皆さんごきげんよう。ようやく2本目の動画が上がりましたね。すみません、ハンドガン縛りとはいえやはり先駆は先駆でした。語れるほどのことは今までありませんね。さて今日の先駆ですが、兄様にとってはきつい日みたいですね。なんとマシンガン参加条件と HG 参加しない条件、最悪なコンボでした。これでは勝利以外何もクリアできませんね。ならば今日は別のステージやればいいのかって最初は兄様の思っていたんですが、占領済みの 40% 減少のせいで結局は上級8の方が高いでした。何の条件もクリアしてないのに他のよりポイント高いのデザイン的に最悪じゃねって兄様は言ってました。この後は革新難易度ですが、そこでは占領済みというギミックがないので、もしかして最後は革新8じゃなくそれ以下のステージをやる可能性はあるかもしれませんね。そうなったら 15% に入れるのは無理なのかな。あとこの勝利画面に表示されてるこの立ち絵が小さくなりましたね。私は何の感想もないんですが、兄様はとても悲しんでいました。それでは今日もいつもの C でお疲れ様です。